はい、お願いします。お買い物の皆様こんばんは。大判の皆様こんばんは。いつもおいしい食品とかいろいろなものお安く提供させていただいて、毎日買い物に来ている私は一般市民で、今買い物に来た帰りなんです。でもこの政治ではダメなんです。私は言いたくて言いたくて、この伊藤部さんの車の後ろについてきました。追い越したりして、私の言いたいことを述べさせていただきます。ちょっとうるさいと思いますけれども、しばらくの間皆様お耳をお貸しくださいませ。大判さんよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。伊藤部東馬、伊藤部東馬です。皆さん、今の世の中、今の政治、これでいいですか？皆さん、いいと思っていますか？何か変わるんじゃないかといつも思っていると思います。今のままでは全然景気よくなんてなりません。特に、この令和さんは消費税をゼロ、下げると言っています。消費税を下げたら、大判さんもお客さんで満員になります。例えばですけれども、私今リンゴジュース持ってるんですけども、買ってきたの。このリンゴジュースを私が買ったとしますね。そしたらリンゴを作ってる農家さん、あとリンゴジュースを作るジュース会社、あとガラスの瓶、ジュース瓶を作る人、またトラックで運ぶ人、みんなにお給料が上がるんですよ。それが消費を良くするということなんです。お買い物のお客様なくして、世の中なんか景気感がならないんです。どうか皆様、最後の最後でお願いに上がりました。二等兵東馬、二等兵東馬が最後のお願いに上がりました。明日の投票日には二等兵東馬とお名前を書き、比例区には礼いいわとひらがなでお願いいたします。私の言いたいことは、私も今まで思ってたんです。私の一票なんか入れたって何にも世の中変わらないと思ってたんですけれども、皆さんどうか皆さんの一票、一人の力をこの二等部東馬、二等部東馬にお貸しください。皆さんの力を、一票一票を、皆さんこの二等兵東馬の力になってください。そして令和さんも国会議員さんをまだまだ増やして、自民党をやっつけるようなことになるのが、私風穴を開けるのも一つだと思います。今のままでは全然変わらないんです。皆さんどうか二等兵東馬、二等兵東馬、最後のお願いに上がりました。よろしくお願いいたします。もうちょっと話させていただきます、うん、和歌山県出身の国会議員85歳、二階俊博さんという方が50億円も裏金作ったんです。私はいつも思ってるんです。あれは裏金ではありません。ちゃんと報告しなければならないのに、自分の通帳と自分の懐とかタンスだか知らないけれども、そこに50億円を入れてしまったんです。もし私がしたら、すぐ警察に捕まって逮捕されますよ。前科者になってしまうんです、私だったら。あの人が50億円を5年間でだから1年間で10億なんです。1年間で10億、1ヶ月にどんぶり勘定を10ヶ月としても1ヶ月1億円だって。1ヶ月1億円だったら3300万円のお家、いきれいな買えるんです。それをニコババとは言わないんです。脱税です。あれは絶対に返してもらいたいと思います。おまけにあの人の50億円ニコババした息子さんが、三男さんがまた自民党から出てるんです。そんなわけで、皆さんの一票の力、一票の力をどうかこの世の中を変えるためにも、二等兵東馬、二
二等米当番によろしくお願いいたします。明日の投票日には年賀はがきは99937なんとかって書きますけれども、明日の投票日には二等米当番とお名前を書いて、比例区はひらがなで礼いいわと書くように、ぜひとも皆さんの力をいただきたいと思います。最後の最後になりましたけれども、どうか皆様二等米当番、二等米当番をよろしくお願いいたします。大変うるさくしてすみませんでした。私一般市民の通行人の買い物客です。どうも皆様ご清聴ありがとうございました。素晴らしい素晴らしい。本当に熱い演説でございました。一般市民のお母様でございます。そしてなんとですね、あの応援演説続きます。鮎川村議会、鮎川村議会議員、申し訳ございません、ヤクワ様いらしてください、どうぞ。はい、東根市民の皆さん、お晩でございます。私は竹川 村議会議員の役は達也と申します。この度この山形2区でから立候補している二等米当麻候補の応援に上がりました。応援ですね失礼しました。まず食べ合っていただきます。この私、まこのさ、今回この選挙は、ま、二等米さんのようにそう1年かけて自分の足で回ってきた、回って選挙区内を回って歩いて、そして一人一人のお声に耳を傾けて活動されてきたと演説聞いております。彼のようにその地道にでも自分の足で稼ぐ姿勢、そして、回って歩く姿勢は、その人は自分の政治家として大事なことです。そして議員として応援した町議としても約5年間雪の問題や少子化対策、そして若者の問題についても取り組んでまいりました。しかし行き着く先は財政難だったり、さまざまな障害によって実現難しかったこともあったと本人からも聞いています。私は二等米さんのような人が議員になってくれると、国会議員になってくれればいいと思っています。あるお話もちょっと紹介したい話もあるんです。先々月7月に、今年7月にありました、この豪雨災害によって私の住む鮭川村でも被害は甚大な被害を受けました。その際に私は鮭川村内を自分の足で回ってみもう見ていきました。でも回って見てきたものは、とにかく一番ここが大変だとか、よく道路が寸断されている、農地が甚大な被害を受けているということもございます。そして今も復旧作業は進んでいる。しかし今の自民党は、政府は激甚災害に指定するまでに1ヶ月かかったんです。災害発生から1ヶ月かかってようやく激甚災害の指定をしたんです。遅いんですよ、遅い。できるならもっと早く やってほしかったんです。政治は生活なんです。生活であり命なんですよ。それを改めて私議員としても実感する次第でございます。一番大事な地方こそが大事だと考えているこの二等米当麻候補がいて、候補にこそ一つ力を貸してくれたらと思います。比例は令和と書いて、明日
この投票日は比例は令和市ですね、令和と書いてください。そして山形2区の皆さん、そして東の市民の皆さんにお願いがございます。そして選挙区1枚目の投票用紙には二藤部東馬とお書きください。二藤部東馬。そして2枚目の投票用紙は令和新選組、令和新選組と書いてください。最後になりますが、一番大事なのは政治は生活なんです。政治は生活、皆様にも関わってくる。お買い物に行くったって、この大判さんのでお肉やお米を買うったって、このお米の値段ですら、お肉の値段だって政治なんです。この政治あってこそ生活であり、そしてあってこその政治なんです。それを今国民の手に、その政治が、政治の恩恵が行き渡るような、する行き渡るようにできるのがこの二藤部東馬さんであります。最後でございます、下手くそな演説でございますが、私竹原村議会議員役を立つやから応援演説でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。竹川村議会議員役は様から、現場のですね、現状とも踏まえながら応援演説いただきました。そしてさらに応援演説、鶴岡市議、草島様から、応援演説届いております。どうぞいらしてください。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。大判役王の皆様、そして皆様本当にお集まりいただきましてありがとうございます。私は合算を超えて鶴岡市から駆けつけました、鶴岡市議会議員の草島慎一です。今回の選挙、皆さん明日投票日です。もうここまで伊藤部東馬さん、ここまで走り切ってきました。あともう2時間切っちゃってるのかな、本当あと少しなんですけど、今回の選挙はまさに裏金隠し解散です。もっともっといろんな問題が出てくる手前でもう解散しちゃった方が選挙有利だってことで自民党が解散しちゃいました。そういう選挙なんです、まず。そして今回の選挙、この投票日前に分かったのは、自民党は公認候補はしないけれど裏金議員たちに2000万円渡してたっていう、大きく報道されてます。皆さんどうですか、こんなね、こんな非常識な国民騙しの政治なんてありえないじゃないですか。皆さんいかがですか、こんなものを放っておいていいんですか。皆さん、今だけ金だけ自分たちだけの政治がまかり通ってきたおかげで、この30年不況が続いてきました。一握りの人たちのためだけ向いて票がくれるから、金くれるから、そういう人たちのためだけの政治が続いてきたから、もう国民の多くは不況で喘いでるじゃないですか。皆さんいかがですか、こんなことが続いたらどうです。皆さん、子供たちは今本当大問題は若い人が自死しちゃってるんですよ。今年間2万人以上の方が自死しちゃってる、それほど追い込まれてるんです。生活が苦しくて非正規雇用だとか、もう子供なんかもう、産みたいけど産めないみたいな、そんなことになってるのは何が悪いと思います。政治です。政治が悪いからこういうことになるんです。アベノミクスだなんだかんだ言ってやったふりして何もやってない。諸外国、欧米諸国、先進国でやってる経済政策全くやってないのは俺日本の社会なんです。教育に金かける、大学院まで無償、これは欧米では当たり前です。先日もスペインの私の仲間が来ましたけど、お金取るの大学ってって驚いてました。おまけに奨学金ローンで払わせるってどういうことなんですか。これ諸外国は教育にお金かけてるから当たり前のように大学院まで無料です。で大人になってからでもう一回大学行ける、そういうことにして次の経済を育ててるんです。新しい発展を育てる、新しい技術開発を育ててるんです。それが未来の投資。エネルギー問題だって
何あれだけ問題をね、福島の方が米沢越してきたり、もう大変なことになってんのに、13年経ってもう忘れたんですか。何原発もったいるとか再稼働とか、女川もそうだけど再稼働とか言ってんですか。地震大国でありえないですよね。能登半島地震のあの時に能登にもし珠洲に原発だったら福島よりひどいことになってたって言われてんですよ。なのに原発もう一回進めるみたいな。今ドイツはもう原発使ってません。 3.11、2011年、あれをきっかけに、福島をきっかけにどんどん原発やめて、当時17基あったものは原発ゼロです。今昨年の4月にそれは果たしました。原発の電気はゼロです。そして今再エネどんどん使って、他の国から輸入するようなエネルギーをどん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 やめてます。それが経済政策なんです。それ当たり前の経済政策、日本は全くできてません。経済シフトしてない。だからこのままではやばいんです。ですから皆さん、明日の一票大事です。れいわ新選組、積極財政で再エネも投資、そして皆さん、農業予算だって今の2兆円じゃ足りないんです。4兆円にしますと言ってます。まさに次の継いでくれる息子たち孫たちにもちゃんと安心して農業が継げる、その財政が必要なんです。しっかり令和では政策の中に入ってます。ぜひ二刀部トーマさんをこの山形から送って、山形の農業が持続可能であり得るように、皆さん明日の一票で変えてください。令和新選組はやります。山本太郎が能登半島地震の現場の声を伝えて伝えて伝えて追求してきたと同じように、現場の山形の問題を伝えてくれるのが伊藤トーマさんです。どうか皆さん、明日の投票日、明日の投票日、みんなで奇跡を起こそうじゃありませんか。この山形から、まさに皆さんの一票には可能性があります。その可能性の一票を投じていただきたいんです。どうぞよろしくお願い申し上げます。二刀部トーマ、令和新選組、令和新選組、二刀部トーマ、どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。そうだ、ありがとう、ありがとうございます。鶴岡市議、立川村議、そして一般の方からも続々と応援演説いただきまして、皆様から応援をいただきまして、これから令和新選組公認候補二刀部トーマ本人からここで街頭演説させていただきたいと思います。トーマさん、どうぞいらしてください。はい、はい、東根市の皆さん、おばんでございます。二刀部トーマ、二刀部トーマでございます。令和新選組です。ここ母のふるさと東根市で最後のお願いに上がりました。令和新選組、伊藤部トーマ、伊藤部トーマでございます。どうぞよろしくお願いいたします。私、令和新選組、伊藤部トーマ、伊藤部トーマは大石田町で町議会議員として5年やってまいりました。これまで子育て支援、若者の移住定住の支援、それから雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。予算がない、予算がつかない、地方自治体は財政難、自民党は裏金祭り、先ほど50億3回だか4回だか2回だか忘れましたけども、自民党の元幹事長、50億の裏金があったというお話がありましたけれども、大石田町の年間投資予算50億です。一つの自治体を運営できるほどの裏金流れてるじゃないですか、自民党に、という話です。地方自治体では今壊滅的な少子化人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、年間の婚姻件数4件から5件しかありません。町に子どもたちの声が聞こえない。山形県全体としても101万人から71万人まで減少の推計が出てます。東北地方は全国最多165の市町村が消滅可能性と報道されています。山形県は8割の自治体が消滅可能性と報道されています。三大都市圏に
人口が移っていく理由は何でしょうか。安定した雇用なんです。安定した雇用と賃金なんです。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の1位です。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあるんです。人口の減少、少子化、地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあります。若者の意識が変わったんだなんていう政治家がたまにおりますけど、政治家はお辞めになった方がいいんじゃないかと私は思います。じゃあどうすればいいか。失われた30年を取り戻す経済政策が急務です。これまでの規制政党によって復興された日本、失われた30年を取り戻す経済政策が急務です。消費税の廃止、消費税は廃止にしても皆さんの社会保障にはほとんど影響がありません。自民党に騙されないでいただきたい。消費税が増税されるたびに法人税は減税される仕組みになってきました。法人税減税のための穴埋め財源と言っても過言ではない消費税、まずはこれを廃止にする。皆さんを苦しめている、日々の生活を苦しめている消費税をまずは廃止にする。あなたが使えるお金をまずは増やすこと、そして事業者を苦しめているインボイス制度は撤回、社会保険料の減免、国民健康保険や介護保険料は事実上の税金です。国民の税金負担率50年前の2倍と言われています。国費の負担割合を今より上げることによって皆さんに毎月重くのしかかっている税の負担を軽減することができるんです。これをやらせていただきたい。そして季節ごとの現金給付、特に冷暖房費のかかる夏と冬、できれば春夏秋冬現金給付です。皆さんの生活を支えていきます。現金給付令和新選組訴えています。さらには最低賃金の全国一律化1500円、これはただの一律化ではありません。きちんと中小企業には社会保険料の事業主負担分の減免などで賃上げ分を事実上補填していく全国一律の1500円です。政府が保証します。これをやらせていただきたい。今の最低賃金ではまともに暮らしていくことはできません。山形県の最低賃金、先月まで900円、その前854円、その前さらにその前822円です。夫婦共働きでさらにもう一つ仕事をして子育てをしている、新卒で入社できたけれども車も買えない、賃金が低すぎてもう一つアルバイトを始めた、そういう声をたくさん聞いてきました。ここ東根市も自分の足で歩いて、スニーカー3足目ですけども、自分の足で歩いて17市町村歩いて、そういう声をたくさん聞いてきました。全国どこでも暮らしていける、最低限の暮らしをができる本物の地方創生を目指す必要があります。そして今のこの地方衰退の現状を牽引してきたのは地方政治にも原因があります。私も地方議員をやっていました。何でも国の言う通り、その条例だったり国から降りてくる予算条例が自分の自治体をぶっ壊そうが何だろうが、何でも国の言う通り、巨大政党に従っていれば自分は安泰だ、自分だけはバッジをつけていられる、そういう政治家が5割から6割、どこの自治体にも5割から6割、多いところでは7割から8割いらっしゃる。後ろの東根市役所にもいらっしゃる。何人が無所属だと市民をだばくらかして立ってますか、自民党。自民党員なのに何人が無所属で立ってますか。これが実態です。議会に入った後、野党いじめ、少数派の意見を潰して、自分たちは権力を維持して、好き勝手やってる。これが現実です。今やるべきことは地方に住む方々の声を聞いてしっかりと政治に届けていくことです。困っている市民の皆さんの声を聞いて政治にしっかりと立ち向かって声を届けていくことです。失われた30年を取り戻す
経済政策、どこがやりますか。それを裏金自民党には不可能です。ここまで地方をぶっ壊してきた裏金自民党には不可能。そして与党なのか野党なのかわからない政党にも不可能です。国民を救わない、地方を救わない予算に反対すらできない国民民主党、あんなもん野党ではありません。ふざけるんじゃない。れいわ新選組が先頭に立ちます。本気で戦う野党はれいわ新選組だけです。この国を立て直す、地方を立て直す山本太郎と二藤部東馬にやらせてください。れいわ新選組にやらせていただきたい。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。最後にこの失われた30年、最も犠牲になった世代は今の40から50代、ロストジェネレーション氷河期世代と言われる世代です。働き始めてからずっと不況、家族を持つどころか自分一人生きるのに精一杯、このまま政治が変わらなければ自分は自殺するか孤独死するか選ばなきゃいけない時が来る、そういう声も聞こえてきます。こんな社会やめたいんです。こんな世の中やめたいんです。政治を変えていきたいんです。れいわ新選組にどうか皆さんお力をお貸しください。れいわ新選組に皆さんどうかお力をお貸しください。母の故郷ふるさとこの東根市で最後のお願いをしております。れいわ新選組二藤部東馬でございます。選挙戦残りわずかとなりました。最後の最後まで皆さんのお力添えをよろしくお願いいたします。明日の投票曜日、投票用紙にはこちら二藤部東馬とお書きください。そして投票用紙今回2枚あります。令和ひらがな3文字で令和とお書きください。どうぞ皆さん最後の最後まで本当によろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございます。二藤部東馬でございました。ありがとうございます。はい、最後まで頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございます。握手。以上、令和新選組公認候補二藤部東馬さんの街頭演説でございました。ありがとうございました。今ですね、聞いてくださっていた皆様にそれぞれですねお声を聞きながら回らせていただいております。皆様いよいよ投票日明日になっております。ぜひ投票日には1枚目投票用紙二藤部東馬とお書きください。2枚目投票用紙令和ひらがな3文字で令和とお書きください。皆様本当に寒い中ですねご清聴いただきましてありがとうございます。令和新選組公認候補二藤部東馬でございます。積極財政、消費税は廃止、訴えてまいります。本当に皆様ありがとうございます。明日も投票日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。